さっきの先輩バードプリンセスさんから受け継いだ曲、はい、歌っていこうと思います。地元定期でしか歌わない曲ですので、ね、知らない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですが、知ってる方すごいいい曲ですので、ぜひ一緒に楽しんでいきましょう。それでは早速次の曲聴いてください。ハローエブリバディ。Oh,
で一人ずつ言っていこうと思います。はい、じゃあまずはミオンからいきます、ね。まあ、前じゃあ眉がいいですか。あじゃあ私から。いや本当にね、あのこのラフズさんはもう名だたるアーティストさんとかバンドさんとかアイドルさんとかがいらっしゃる箱なので、すごいここで定期公演をできるっていうことがまず嬉しいですし、それこそ5年前のね自分たちだったらこんなにねたくさんの皆さんと一緒に過ごせるなんてね考えられなかったなって思っているので、改めてこの5年間に感謝しながら今日は一生懸命ステージしていきたいと思います。ミオンです、よろしくお願いします。さあ、はい、来ました。はい、ありがとうございます。今日は5周年記念ライブに来てくれてありがとうございます。終わったよ。ラフズさんで定期公演やったから嬉しいです。なんか高さを感じます。ありがとうございます、よろしくお願いします。早い。頑張ります。ありがとうございます。大変いいことです。はい、いや本当にね、この一人ずつの挨拶のところって、まあ、チェリーポ2人だけしかいないから、大人数のアイドルさんに比べて歌詞割りが多いわけですよ、歌ってるわけですよ、だから唯一の給水タイムなのに、いずくさん5年経ってもミオに給水させて。大丈夫あんたは私を脱水症状にしたいのか、ね、相方を病院送りにしたいのか。怖い しかねませんけど怖いですけど、まあ、いつぐさんがね、はい、やっぱり飲んどかないとブドウ糖が水の中に仕込んでそう、ブドウ糖入ってるから飲ませないといけないので。でも今日はね、あのこれからまたちょっと歌った後に、うん、SQTR さんがステージしてくださったりとか盛りだくさんで、私たちも楽しみながらね、ちょっとパワー蓄えることができるので、最後もねフルパワーでいけると思いますので、はい、皆さん改めて最後まで楽しんでいってください。